竹赤は稲科の一赤である。竹などが含まれる。以前は非常に広いグループを竹赤とすることもあったが、現在はグラスファイラジニーワーキンググループが2001年に定義した競技の竹赤が標準的である。英語では竹赤はバンブーと総称され、この意味でのバンブーは通常竹類と訳される。かつては 稲科の中で最初に分岐したとする説もあり、タケ荷として独立させることもあった。現在判明している系統では、エールハルタア赤とイチゴつなぎ赤とともに、稲科の中で進化が進んだグループであるビップクレードに含まれる。ビップは、三つの赤名、バンブソイデアへ、エラートイディ、ポーイデアへのアクロニムである。GEPWG による分類では、タケアカは、 タケレンとアリリレンに分かれていた。タケレンは、木本タケルイとも呼ばれ、抗議のタケである。木本とされるが、木質化はするものの通常の木本のような二次肥大成長はしない。一方、アリリレンは、双本タケルイとも呼ばれ、通常の双本である。しかし寸下へ通る、の分子系統学的解析によると、タケレンは単系統ではなく、熱帯性。 大本竹類と温帯性木本竹類の二つの系統に分かれる。熱帯性、大本竹類がアリリと姉妹軍となり、温帯性木本竹類はそれら全体と姉妹軍である。彼らはこの結果から温帯性木本竹類を竹れからアルンジナリエアへ、連に分割すべきとしている。アリリ連は中南米、アフリカ、ニューギニア島にのみ分布する小さなグループである。 日本には、競技のタケレンとアルンジナリエアエが分布する。スンカ、ソロウッド、エトール、ノン、モニファイリー・オブ・ザ・ウッディ・バンブーズ、エーマルチ、ジーン・リージョン・ファイロジェネティック・アナリシス・オブ・バンブソイデアエ、SS。ジャーナル・オブ・プラント・リサーチ122、ドイ、10.1007、S1026500801926。 http://www.sprink.com コロンススララッッシシュュスラッシュコンテントスラッシュ L66176827751xx86 スラッシュありがとうございます。